まあ、リノね、ちゃんとしたんで、まあ、痛いっていうか、まあ、ちょっとヒリヒリ熱いっていう感じですね。で、振動が結構強いんで、まあ、骨に響くじゃないけど、あ、振動結構あるなっていう感じがしますね。あ、もう振動が来ます。引っかかる感じはありますかね。あ、ちょっとあるか。ないですね、では。ない。で、まあ、ダウンオフもそうなんですけど、まあ、人によって肌の深さは全然違うので一概には言えないんですけど、まあ、深ければ深いほどいい結果が出るとも限らないので、まあ、やっぱその人に合わせて、そういうのは大事だと思いますね。で、実際これはこう物理的に針を当てているので、こう引っかかってしまったりして、こうスムーズなこう針先の操作がちょっとしにくくなるようであれば、それはやっぱりこう針が引っかかっては肌に結構負担がかかっちゃうんで、まあ、そう引っかかりが生じないぐらいの、との兼ね合いの深さっていうのが、まあ、適正な設定かなと思いますね。白は2ミリ。2ミリは、まあ、リードしてるんで痛みは正直あんまりって感じですね。あ、でもまあこう綺麗に赤くなってくれて、まあいいかなって感じですね。はい。じゃあまあダーマペン終わったの一段落した状態で、そうですね、まあちょっと深さ攻めたので、結構ね、ちょっとこう、はい、ちょっと出血点と赤みがちょっと強いんですけども、そうですね、まあまた、もうダーマペンもね、やっぱ有効な治療だと思うので、まあちょっとダウンタイムがちょっとあるので、まあ、タイミング見て、自分のまあメンテにもまあ組めていこうかなと思います。はい、じゃあありがとうございました。